おめでとう。チェイも本日より、家のローン攻略作戦に参加することが決定したよ。初見じゃねえ。キセルローンみたいに言ってんじゃねえよ。なに？また返済やばくなったの。脱サラ組のくせに家なんて建てるからだよ。しょうがねえ。ふふふ、隣の芝生は青く見えるものだな。隣んちがステーキ食ってるというのに、うちだけ味の開きなのは切なすぎるとは思わんか？ここは我々が協力してことに当たることこそ情動。なあに、ケイならできるさ。いつかも共にことを成し遂げたではないか。貴様には俺様の脳内キャラの疑いがかかっています。友の声が届かないとは嘆かわしい。よかろう。ならばペナルティをつけようではないか。何がいい？よし、お前の娘の授業参観に俺が代わりに出てやろう。悪魔かお前は。おおむねこんなわけで仕事が増えて、4月からは動画の投稿のペースが1日おきくらいになっちゃったのでございます。メガサイズモデルシリーズとは、ガンプラ生誕30周年の記念商品として、2010年から発売されている48分の1、ビッグスケールのガンプラである。その全高はガンプラ史上最大の375ミリなのですよ。でかいねえ。当然、60分の1スケールのガンプラよりもはるかに大きいサイズなんだよ。さすがやね。相当お高いんじゃありませんこと？当然ですわね。ところが1万円を切るリーズナブルなお値段。リアルグレードやパーフェクトグレードのようにパーツがすんげえ小さいなんてこともなく、一つ一つのパーツが大きく組み立てやすいのが売りで、色プラ、スナップフィットはもちろん、ランナーロック方式までも採用した。ちょっとばかりガンプラから離れていたお父さんにも安心設計のガンプラなのだよ。パないねえ。そうかそうか、よかったね。ガキンチョでも後期高齢者でも、部品が大きいんで作りやすいでげすよ。きっとは、今のところ全5種類。もはや外せなくなったガンダムに、シャア専用ザク2量産型ザク。当時最新のガンダムだったガンダムエイジからは、ガンダムエイジ1とガンダムエイジ2が商品化されたのでござりまする。キットの値段は7800円と末、2011年3月の発売だったのさ。量産型ザクってのは、言わずと知れた1年戦争初期のジオン軍の主力モビルスーツだよ。登場から30年以上経ったってのに、生き残り組のおっさんモデラーやおっさんゲーマーに大人気。ジオン軍の象徴たる一つ目の巨人は、1年戦争ものには欠かせない、ある意味、ガンダム以上の人気を誇る機体なんどすえ。ジムとは違うのだよ、ジムとは。シャア専用ザクについて発売されたメガサイズモデルで、今のところ唯一の量産型モビルスーツのキットなのですよ。売り的には、シャア専用ザクのキットには付属していなかった、ザクバズーカが付いてるのが売りなんだい。これは付いてなくちゃまずいだろ。その他の武器は、ザクマシンガンとヒートホークが付属、気持ち大きめのサイズなのが嬉しいね。モノアイの稼働はもちろん、指揮官用ブレードアンテナ付きの頭部パーツも付いてるよ。組み立て説明書のほか、さらに、デカールやステップアップマニュアルも付いてくるのでありんす。こんなバカでかいサイズのキットだってのに、対象年齢8歳以上なのですよ。組み立ては、キットのランナーについてる、ABS 製のダブルセパレータとかいう、怪しい器具を手でもぐことから始まるのですよ。まあ素敵。そういやなんかの雑誌の付録であったっけね。この器具をゲートに押し付けて、ええー、やってな感じでパーツを外すわけなんだけど、あれれ？すでに衝撃でパーツがちらほら外れちゃってるじゃないのよ。なんだこりゃ。手で簡単にもげるくらいだから、ゲートはすんげえ細めなんだね。これまでのランナーロック方式を使った BB 戦士なんかよりも、はるかにパーツは外しやすいんだけど、ニッパーに慣れてるモデラーには、かえってめんどくさかったりした問題。やっぱりゲート跡は残るのね。解説書では、脚部から上に向かって作っていくような工程になってるんだよね。お子様向けの文章なんで違和感バリバリ、これじゃない感が半端なかったりしたもんさ。このキットは最近のキットとコンセプトが大きく異なっており、なんと、昔懐かしのモナカ構造のキットなのですよ。新型ポリキャップに施してあるクリック機構のおかげで、関節部に大きな抵抗力を発生させてパーツをしっかり保持、簡易的なロック機構まで付加されており、ビッグスケールのキットでよくあった、時間の経過とともにポーズが崩れていくなんて、いやあんなことが少なくなっているのですよ。さらに、これまたビッグスケールのキットでよくあった、武器は一応つかめるんだけど、指の保持力のなさゆえに長時間はどうしてもつかめなかったという欠点を、ハンドパーツを、思い切って持ち手と握り拳に限定することで、武器をポロリと落とすことがなくなったってわけですぜ。でもねえ、関節の可動範囲は必要最低限しか動かない仕様なんだよね。まあ、こんなバカでかいキットをしょっちゅういじくったりなんてしないだろうから、最近のマスターグレードやハイグレードみたいな、だだっ広い可動範囲じゃなくてもいいやねえ。おすすめの回収ポイントは、足首上部のカバーパーツの分割と独立かどうかだよねえ。この回収方法は、付属のステップアップマニュアルに載ってるよ。こんなにバカでかいトトヨウダイもバカにならねえんで、簡単回収でお手軽に済ますのも一つの方法なのですよ。結構作りごたえがあるキットなんで、昔のモナカキットが好きな人にはうってつけのキットなのだー。ガキンチョでも作れないやつはいねえと思うけどね。